私は大丈夫。手加減は無用です。どけ、ぶっ飛べ。はっ、終わらせます。今です。続く。簡単に死なせるか。こいつでとどめだ。手を貸しな。こちらにお願いします。勝手にしてくれ。逃がします。いや、逃がします。身動きが取れないうちに。これで終わりです。あ、チャンスです。準備はいいですか。ナース。ああ、いつもこうだといいんだけど。私は大丈夫。油断は禁物です。はっ、いった。いや、逃がします。無様ですね。どけ。いや、そいった。これ今です。死んで後悔なさい。こいつでとどめだ。手を貸しな。どうする。ああ、こっちに来て。そこ。はっ、ぶっ飛べ。はっは。みんなで力を合わせれば。勝手にしてくれ。セイセイ。はっ、なあ。はっ、どけ。這いつくばりな。えいはっ、えいふに。なあ、続いて。簡単に死なせるかよ。無駄です。逃がします。続いてくれ。はっはー、どけ。これで簡単に死なせるかよ。みんなで力を合わせれば。ふにん。いつもこうだといいんだけど。
私は大丈夫。とっとと消えな。そんな、これだ。ひたくし、ぶっ飛べ。ひた、死ね。そんな、これで死んで後悔なさ。こいつでとどめだ。手を貸しな。なぜ。こっちに来て。いいでしょう。これで、これで無駄です。無様ですね。これで、はっは、死んで後悔なさい。これで簡単に死なせるかよ。みんなで力を合わせれば。ふにん、いつもこうだといいんだけど。とっとと消えな。これで、はっは、這いつくばりだ。えい、せい、じゃ、はあ、これで終わりです。無駄です。続いてください。死んで後悔なさい。こいつでとどめだ。手を貸しな。なぜ。ほらこっちに来やがれ。いいでしょう。逃がします。うざまです。はっぴょん、じゃっぴょん、はっぴょん、これで終わりです。これで決め、あたし、どけ、そが、今です。えい、な、無駄です。そこ、これで決め、死んで後悔なさい。いや、これで決め、こいつでとどめだ。手を貸しな。時間の無駄です。修行に終わりはない。来ます。みんな気をつけて。行きなさい。今です。そんな、簡単に死なせるかよ。これで決めます。こいつでとどめだ。手を貸しな。力を合わせれば。
来なさい。今行くね。そこ、なあ、無駄です。雑魚が、はいつくばりな。そこ、なあ、逃がしません。続いてここで立ち止まるわけにはいかないの。続いてくこれで簡単に死なせるかよ。逃がします。なあ、そこ今でこれでなあ、これで決め、これで終わらせますよ。ふにん、肩慣らしにもなりゃしねえ。まだまだ頑張らないとね。当然の結果ですね。邪魔すんじゃねえよ。手加減は無用です。はっ、いた、無駄です。いや、行きなさい。いや、続きなさい。そんな、それこれで終わりです。続いてください。行きます。はっはっ、そんな、今です。そんな、これで決め、じゃ、そんな、せい、続きなさ、これで終わりです。どけ、死ね、こいつでとどめだ。手を貸しな。なぜ、ああ力を合わせれば、いつもこうだといいんだけど。面倒ですね。油断は禁物です。無駄、行きなさい。えい、どう、そこ、えい、これで決め、ここで、これで決め、簡単に死なせるかよ。こいつでとどめだ。手を貸しな。なぜ、ああ、こちらにお願いします。勝手にしてくれ。はっ、死ね、ぶっ飛べ。無駄です。目障りだ。どう、死んで後悔なさ。続いてくる。はっ、続いてくれ。ここで立ち止まるわけにはいかないの。これで無駄です。これで死んで後悔なさい。はっ、
いですか？いつもこうだといいんだけど。またてめえか。随分と仕事熱心なこった。その忠誠心だけは褒めてやるよ。ダナオス様は私に最後のチャンスをくださった。あんたたちにはここで死んでもらう。まったく、あんな野郎のためによくやるな。あの野郎はてめえのことなんざ、ただの道具程度にしか見てねえのにな。黙れ。てめえの体にあったあの傷、あの野郎がやったんだろう。貴様には関係のないことだ。そりゃそうだ。てめえがどうなろうと俺の知ったこっちゃねえよ。傷ってどういうこと？彼女の体にはその無数の傷跡があったんです。戦ってできるような傷ではなく、そういうこと？はい。そんなひどい。ダナウス様はどちらですか？この奥にいる。だがお前たちがそこまでたどり着くことはない。ここで死ぬのだからな。そいつはどうだろうな。今度は言い訳させねえぜ。あんたこそどう命乞いするか今から考えておくんだな。もっとも楽に死ねるか苦しみながら死ぬか、どちらかしかないがな。そいつはありがたい。俺は簡単には死ねないみたいでな。やれるもんならぜひ殺してもらいたいもんだ。ならば望み通りにしてやろう。みんな気をつけて。逃がしこその程度無駄です。死ね。まだだ。這いつくばりな。やっ、これで。まだだ。これで。まだだ。続いてくれ。逃がしません。無駄です。今です。死んで後悔なさい。これで。今です。クソが。今です。
無駄です。この程度。無駄です。今です。死んで後悔なさい。逃がします。まだだ。こいつでとどめだ。手を貸しな。逃がします。さあ、こが。無駄です。は。死ねえよ。ほら。私の居場所はないってことか。いつもこうだといいですね。次はドイツが相手だ。これも皆さんのおかげです。いつか必ず追いついてみせる。なせばなる。なさねばならぬ何事も。引き返すわけにはいかない。もっとお役に立てるように頑張ります。うーん、気持ちいい。これは通過点に過ぎません。ここで立ち止まるわけにはいかない。まだ追いつけない。いつかきっと。その傷はやっぱりな。またあの野郎にやられたのか。早く殺せ。ったく、殺せ殺せ簡単に言うんじゃねえよ。こっちはな、死にたくたって死ねねえんだぞ。生きたくてもな、生きられねえんだぞ。シュバルツ、そんなに死にたきゃ、てめえの命は今日から俺のもんだ。生きるも死ぬも俺の気分一つってことを忘れるな。気が向いたらぶっ殺してやる。あんたの犬になれとでも言うのか。冗談じゃない。屈辱にまみれて生き延びるくらいならば今すぐ死を選ぶ。さあ殺せ。殺せぬならば剣をよこせ。ギャーギャーわめくんじゃねえよ。いいぜ、望み通りぶっ殺してやるよ。だがな、そいつは今じゃねえ。あのダナオスって野郎をぶっ殺してからだ。あいつの死ぬところを見届けさせてやる。で、あいつの後を追わせてやろうってんだ。いい話だろ。あんたごときにやれると思っているのか。マキを所持した今のダナオス様を笑わせるな。本気でそんなことができると思っているなら忠告してやる。少しでも生きながら得たいならば今すぐこの場を立ち去れ。だから言ってんだろ、俺は死ぬことも生きることもできねえんだよ。ダナオスにそれができるってんなら試してやろうじゃねえか。ま、あの野郎にできるとは思えねえがな。いいだろう。あんたの犬にでも何にでもなってやろう。どうせ死ぬならダナオス様の手にかかって死んだ方がマシだからな。なんでそこまでダナオスにこだわるんだ。あんたたちにはわからないだろうさ。蔑まれて生きていくことは、いや、生きていく場所を与えられないものがどれほど惨めなものか。ただシリアムというだけでな。ダナオス様は私に安住の地を与えてくれると約束してくださった。だが与えられたのは罰だけだ。それは
私がダナオス様の望みを叶えられなかったからだ。ダナオスはどうやって世界を変えるつもりなの？魔気を手にした程度で世界を変えられると本気で考えているなら、愚かを通り越して滑稽でしかない。魔物を操ると言ったって限界はあるだろう。どうせあんたたちには止められない。なら話せよ。ダナオス様は魔気の力でこの地に眠るサマリルを蘇らせ、この世界を滅ぼし新たな世界を創造するのだと言っていた。サマリルですって、なんということを。そのようなことをすれば世界は破滅します。そのための魔気だ。あの魔気はサマリルの持つ魔気と共鳴し、その力を抑制することができるという。それでサマリルを操ろうというのか。愚かにも程がある。人の身でサマリルを操ることなどできるはずなかろう。ダナオス様であれば可能だ。んなこたすぐにわかることだ。こいつに剣を渡してやれ。バカなことを言うな。今まで敵であった者に剣を与えるなど何を考えている。心配すんな。こいつには分かっているはずだ。何をしたって俺には勝てねえってことがな。あいつが本当に大切なやつならお前が止めてやる。ほら、ぼーっとしてんじゃねえよ。早いとこあの野郎のところまで案内しろ。あんたに借りを作ったまま死ぬわけにはいかないから手を貸すだけだ。勘違いするな。こっちだ。ついてこい。邪魔すんじゃねえよ。みんな気をつけて。そこから。これだ。行きなさい。許さん。これで。おのれ。今です。死んで後悔なさい。これで簡単に死なせるかよ。そこ。許さん。今です。これで。やってみる。これで終わりです。雑魚が。許さん。死ね。これで決とどめだ。手を貸せ。どけ。
死ね。いつもこうだといいんだけど。108煩悩を振り払い、前進してまいります。